皆さんこんにちは、医学療法士の宮島優です。今回はファースト外旋の可動域の改善方法について紹介したいと思います。まずはじめに僕の簡単なプロフィールですが、これまで整形科クリニック、総合病院、整形科クリニックと勤めてきました。12年目の理学療法士です。これまで学会発表させていただいたり、論文を書かせていただいたり、セミナーの講師をさせていただいたり、またツイッターで分かりやすく伝えるっていうのをコンセプトに情報発信をさせていただいてます。今回はファースト外旋の可動域についてですね、以前肩関節周炎の患者さんはですね、これを見た方がいいよっていうような動画を出させていただいた時に、ファースト C、セカンド C、サード C で可動域を測るといいですよっていうようなお話をさせていただいたんですけど、そちらでですね、ファースト外旋とかそういう細かいこの可動域の改善方法を知りたいですっていうようなリクエストをいただきましたので、今回はファースト外旋の可動域の改善方法について紹介したいと思います。今回の動画ではファースト外旋がなぜ重要なのかっていうところ、どういうふうに臨床に関係してくるのかっていうところを説明させていただいて、その後は実際のじゃあファースト外旋の可動域制限がある人がいたら、こういう治療すればいいですよっていうようなことを紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ではまずファースト外旋がですね、なんで重要かっていうところなんですが、これは以前の動画でちょっとお話したんですけど、ファースト外旋の可動域っていうのは肩関節の前方かつ上方の組織の柔軟性っていうのを表しています。前方かつ上方にある筋肉としましては、まず一つ肩甲下筋ですね。肩甲下筋の上部繊維の方がありますし、あとは棘上筋ですね。棘上筋の中でも肩関節の内旋に関わる繊維っていうのがありますので、そちらは外旋すると伸長されますので、肩甲下筋の上部繊維とあとは棘上筋ですね、っていった筋肉たちが伸ばされます。一応大胸筋も伸ばされるっちゃ伸ばされるんですけど、大胸筋はどっちかというとセカンド外旋の方が結構より伸長されますので、基本的には肩甲下筋上部と棘上筋っていう風に考えてもらっていいかなと思います。あとですね、腹横上腕靭帯っていう靭帯がですね、ここの前上方のところにありまして、ここの部分のトラブルっていうのが結構臨床にこう関わってくるので、この肩甲下筋上部、棘上筋、あとは右後上腕靭帯ですね、この辺りの組織っていうのがこのファースト外旋の可動域に現れてくるっていう風に考えていただいていいんじゃないかなと思います。で、続いてですね、ファースト外旋が出ないと何がまずいかっていうところなんですけど、まず一つ目はですね、肩関節をこうやって屈曲していくときには、上腕骨の外旋が、必要になります。これ皆さん実際やってみてもらえるとわかると思うんですけど、手のひらを下にする、つまり肩関節内旋位の状態で挙上したときっていうのは、どれだけ肩が柔らかい人でもこれぐらいで止まっちゃいますよね。ただ手のひらをこうちょっと横にしたり上にしたりすると、ここの最後まで上げることができます。これなんでかっていうと、上腕骨を外旋しないと大結節がここの肩峰のところに衝突しちゃうんですね。この上腕骨が外旋することで大結節の部分がこうやって外に移動してくれて、ここで衝突せずにこうやって上げることができるようになりますので、肩関節の屈曲の可動域を出していく際に上腕骨の外旋っていうのはそもそもすごく大事な可動域なんですね。なのでファーストの時点で外旋が出ません、外旋が硬いですっていう風になっちゃうと、そのせいでそもそも屈曲がいかなくなっちゃうってことが考えられます。続いて2つ目なんですけど、さっき言った肩甲下筋の上部繊維とか棘上筋とか右後上腕靭帯がまず硬くなると、その硬くなった筋肉のせいで上腕骨が上にこうやって引っ張られちゃうっていう可能性があります。上に引っ張られることでやっぱりここのスペースが短くなってインピンジメントが生じたりとか、あとは滑走障害って言って、上腕骨ってこの第二肩関節って言われるこの肩峰の下をこう潜り込んでいくようにこう上がっていかないといけないんですけど、この潜り込む際のここの滑り運動っていうのが障害されちゃう。ここになんかガチッとなんかかさぶたのようなものがあって、ギリ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 みたいな感じでなんかこううまく滑らなくて上がんなくなっちゃうっていう場合もありますので、ここが伸びない、あとは滑らないっていうせいでインピンジメントの原因になっちゃってるっていうことがあります。以上がやっぱり臨床にすごく関わってくるところですね。上腕骨の外旋が出ないとそもそも肩を挙上することはできないし、ここが硬くなっちゃってたり滑りが悪くなってるとインピンジメント症候群っていう形で腕が上がんなくなっちゃう人がいますよっていうところがポイントに、なってくるかなと思います。じゃあ続きましてですね、そんな重要なファーストの外旋の可動域を、どうやって出していくかっていうのを実技で紹介していきますので、この後もご覧ください。はい、では、ファースト外旋の可動域の改善方法を、紹介します。まずですね、ファースト外旋をこうちょっと測ったり治療していく際にですね、このように肩関節がちょっとこう伸展になっちゃってると、そもそもストレスがすごく強くなっちゃうので、この肘の下とかにですね、このようにタオルとか枕を入れていただいて、なるべくここが床面と平行になる
極進展が、0度の状態になるように、ポジションを整えてください。で、ファースト外旋なんですけど、ファースト外旋の可動域が、例えばこうやって硬くなっちゃってるっていう風になったら、こうやってグイーってこうストレッチした方がいいんじゃないかっていう風にも考えられるんですけど、それはまずちょっとおすすめできないです。なんでかっていうと、そもそも肩関節って、前方が弱いんですよね。前方が弱くて、肩関節が脱臼するときっていうのは、こう前の方に外れるんですね。なので、肩の後ろの方の組織っていうのはすごくしっかりしてるんですけど、前の方の組織っていうのはそんなに筋肉とか靭帯とかも少なくて、すごい弱い部分なんですね。なので、前の部分が、もともと弱い、例えばっていうような状態で、炎症とか起きてるときに思いっきりこう外旋とかすると、そこがもっとこう緩んでしまって、で、もっと肩がこうやって前に出てきて痛くなっちゃうっていう場合がありますので、まず確認していただきたいのは、上腕骨頭がこう前に出てきちゃってるかどうかっていうのを確認してほしいんですね。この肩甲骨に対して上腕骨がこう前の方に出てきてる。前の方にもうすでにあるから、外旋したらもっと前に出てきちゃうよねっていうところで、もっと前に出てくるから痛くていかないっていう場合だったら、その痛くていかない場合だったら、そこから無理やりですね、うりゃーってやんない方がいいですよね。やんない方がいいので、必ず上腕骨頭がこうやって前に出てきてるかっていうのを確認してください。で、前に出てきてるっていう風になった場合は、前に出てきてる原因としては、逆に肩関節の後方ですね。後ろの筋肉が硬いせいで、こうオブリゲートトランスレーションっていう風に言うんですけど、後ろが硬いせいで前に出てきてしまってるっていう場合がありますので、その場合はまずこの前方変異を正すように、こう後ろの組織からほぐしていくっていうのが大事になっていきます。なので、ファーストの外旋の可動域を改善する前に、できたら、このように30度の居上位とか、セカンドポジションでの内旋位の可動域とかを確認してもらって、こっちが硬いようだったら先にこっちをやった方がいいと思います。で、先にこっちをやったけど、やっぱりファーストの外旋は出ないよねっていう風になった場合は、このファーストの外旋の可動域を出していく治療をやっていくっていう手順の方がいいと思うので、もしファーストの外旋がいかない、セカンドの内旋とかがいきませんっていうような患者さんを担当したら、まずはこっちやった方がいいです。まずはセカンド内旋を良くした後にファースト外旋出るかなって確認してもらえるといいかなと思います。続いてですね、骨頭の前方変異がないけど、やっぱりファースト外旋がいかないなっていう風になる場合は、ここの部分の全上方の組織の柔軟性が低下してるか、滑走性が低下してるかっていうのが疑われるので、ここを、治療していきます。で、ここもですね、やっぱりストレッチはそんなにちょっとおすすめしないです。やっぱり柔らかくなっちゃって、まずいっていう場合が結構多いので、どっちかっていうと僕は滑走を促すように、大丈夫なところまで外旋して戻す、外旋して戻すっていう形で、こう収縮させたり、弛緩させたりみたいな形で、こう滑走性を促すようなエクササイズをよくやってます。で、この時にやっぱポイントになってくるのが、この上腕骨頭が前に出てきちゃうってことが良くないので、それは片方の手で止めてもらって、ここで前に出ないようにした上で、外旋するときはしっかりここが外旋して回旋するように誘導しながらやってもらって、戻す。はい、外旋、内旋という形で、患者さんに力も入れてもらいながら、一緒にこういう風に滑走性を改善していくようなイメージで、僕はやってます。これでやっぱり良くなる人も多いですし、これをやることでさっき言った滑走性の問題でインピンジメントが生じちゃってるっていう人の治療にもなりますので、僕はこのファースト外旋の可動域を出していこうっていう風になった時は、ガーってストレッチするんではなく、筋収縮を使ってこうやっていくっていうのがすごく効果的かなと思ってます。この滑走性を改善する上でもう一つですね、すごくいいアプローチ方法がありますので、これをこの後紹介します。続いてですね、全上方の組織の滑走性を良くするっていうアプローチを紹介します。これをやることで結果的にファーストの外旋が出るようになるっていう患者さんが結構多いかなというふうに思ってます。やり方としましては、肩関節をちょっと進展位にして外旋位にします。なので手のひらがこう上に行くような形ですね。で、この時点で痛いっていうふうな場合は、まあ無理せずにですね、大丈夫な範囲で位置を取っていただいて、で、また大丈夫な範囲で内転をしていきます。ファーストの外旋がいかない人はですね、もう進展内転の時点ですごく痛かったり可動域が出ないっていう人もいますので、これは大丈夫な範囲で進展内転外旋位にしてもらいます。で、この状態からこう上げていくんですけど、上げていくときは軽度屈曲で外転内旋位にします。また戻すっていうのをこう繰り返す形ですね。そうすることで進展内転外旋ではここの組織は伸びている状態になって、で、そこから逆にこう縮んでいってこう潜り込んでいくっていうような運動を練習することができるので、進展内転外旋から屈曲外転内旋
っていう形でこういう動作をじゃあちょっと力入れてやってみてください。ここからこういう風な感じ、そうですね、でここにある骨がこの下に潜り込んでいくようなイメージでちょっとやってみましょうみたいな風にやると、ここの活動性を結構促すことができます。プラスアルファですね、逆にこっちの中回での内線維の状態から外転外線維みたいな感じで補修縮をやってもらうっていう訓練もよくやってます。これでまあ滑走性も促せますし、あと棘上筋の筋収縮を促すこともできますので、両方合わせてやってもらえるといいかなと思います。伸展内転外線維から屈曲外転内線維が伸展内線維から外転外線維ですね、両方ともやってもらえると結構ここの滑りが良くなって良くなるっていう方が多いので、なんか特にですね、なんか硬くはないんだけど行かないなみたいな人とかはやっぱりこういう滑りの問題で行かなくなっちゃってる人多いと思うので、そういう人がいたらやっぱファースト外旋に現れてきますので、ファースト外旋行かないってことはやっぱりそうかなっていう形でこういうアプローチしてもらえると結構良くなること多いので、ぜひ臨床で試してみてください。今回はファースト外旋の可動域の改善方法について紹介しました。何かわからないこととかリクエスト等ありましたらコメント欄の方でよろしくお願いします。この動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。またツイッターもやってますのでぜひフォローしていただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今うちの会社でメインでやってる事業が整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています。特にピラティススタジオの方はこれから100店舗を目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます。海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください。具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して詳細を確認していただければと思います。海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます。まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。